ジャイアンツは昨シーズンリーグ4位と低迷し、3年連続でリーグ優勝を逃したのでした。その要因の一つが、3.39 とリーグ5位に沈んだ防御率でしょう。中でも、左腕で1年を通して活躍した投手はおらず、今季以降の課題と言えます。一方、セリーグでここ数年、圧倒的な実力を示している投手は横浜の今永翔太選手です。伸びの良いストレートとタイミングを狂わせる変化球のコンビネーションが高く評価され、今季からその舞台をメジャーリーグに移しました。そんな今永が今、最も期待を寄せている左腕が巨人にいるのです。そこで本日は、日本の左腕エース今永翔太が認めた、今季巨人で大活躍を予感させる左腕エースについて紹介していきたいと思います。計算が立たない左腕投手陣。ジャイアンツはここ数年間優勝から遠ざかっており、それを解決すべく、今季よりチームの指揮を阿部慎之助新監督に託すことになりました。そんな阿部監督は新戦力として、ドラフトで5名の選手を指名しましたが、いずれも大卒以上の即戦力と見込まれる選手であり、うち3人は投手の指名でした。中でも1位指名の西舘投手は前評判が高く、キャンプやオープン戦でも評判通りの結果を残してきました。しかし、その西舘以上に高い評価なのがドラフト5位入団のマタギなのです。経験豊富な社会人からの入団であり、その投球術はまさに即戦力と評されています。2月のオープン戦では2イニングを無安打に抑え、脱力したフォームからキレのある直球、変化球を織り交ぜてアウトを重ねたのです。この姿に他球団のスコアラーは、このキャンプでいろいろな新人を見てきたが、能力で言えば1位指名の投手と遜色ない、長いイニングを投げられるので先発の適性もあると分析しています。昨シーズンの巨人はグリフィンが先発として20登板しましたが、6勝と物足りない結果でした。ただ大きく崩れることはなく、今季も貴重な左腕のローテーション投手として期待されています。その枠に割って入ろうとキャンプから首脳陣にアピールし続けている若手左腕が横川です。昨シーズンはプロ初勝利を含む4勝を挙げて飛躍の年となりました。今シーズンはキャンプから2軍スタートとなりましたが、参加という形で1軍のオープン戦に出場し、阿部監督もすごく良い投げっぷりをしていたと高評価するなど、開幕1軍も射程圏内の距離につけています。そして同じく若手の期待の左腕で虎視眈々とローテーションの座をつかもうとしている投手がいるのです。チェンジアップの師匠、その投手とは井上温人です。今季で入団5年目となる井上は、2軍での投球がメインで、防御率も4点台後半と過去の成績も芳しくありませんでした。そんな井上ですが、昨シーズンは2軍で圧倒的な成績を収めて、今シーズンの飛躍を期待されている若手左腕なのです。昨年の2軍戦では、まさに無双状態で7勝0負け、防御率 0.75 という驚異の数字を残しました。この裏にはチェンジアップの習得が好成績を出せたと言えるのです。これまでの井上の持ち味といえば、しなやかな腕の振りから投球される糸を引くようなストレートとスライダーのコンビネーションでした。ストレートは150キロを超えることもあり、威力は十分でしたが1軍に定着しきれていませんでした。その原因は球種の少なさだと自己分析し、ストレートとスライダーの2球種が投球の大半であったので、新たな変化球の習得に励んでいました。そこで、井上が球界ナンバーワンの左腕と評する横浜の今永のもとに弟子入りし、チェンジアップを自分の球にすることで、投球の幅を広げようと考えたのです。井上は、今永さんは一番、日本ですごい左投手、今ここにいるうちに教えてもらいたかった、すべてを学びたいと意欲的に語りました。今永とは全く面識のなかった井上は、
巨人のチームメイトであり、侍ジャパンでは今永とチームメイトであった中川にダメ元でお願いしてみると、今永とつないでくれたのです。オフに今永との合同自主トレの参加を快諾された井上は、球の握りや指先の感覚などを伝授されました。それだけではなく、ストレート投球時の力の抜きどころや、食事管理、トレーニング方法など多くを学び、変化球の習得以外にも、大きく実りのあるオフを過ごしました。余裕が出ました。キャンプでも伝授された握りで自身のものにすべく、試行錯誤を繰り返しました。井上は教わった握りについて、それがすごいしっくりきている。いい落ち方をしているので、よりバッターに対して、生きていく球を投げていきたいです。とチェンジアップの手応えを語ります。回転数や回転軸などの測定器で落ち幅などを入念に確認しながら、当初よりも安定した軌道で落ちていると自信をにじませた一面もありました。一方で課題も明らかになり、ちょっとスライド気味に落ちてしまうので、右打者には拾われてしまう。もう少し逃げる落ち方をさせたい。と、さらなる改良を目指しています。まだまだチェンジアップが完成したとは言えない中でも、春季教育リーグでは先発した試合で、5回3安打無失点と好投を見せました。ストレートを軸にスライダーや改善に取り組むフォークを交え、4者連続を含む9三振を奪ったのです。その前回登板の試合でも、3回に失点ながら8奪三振と、対外試合では2試合計8イニングで17奪三振をマークする左腕は、フォークが改善し、直球とスライダーで勝負が決まらなくても手詰まりにならず、余裕が出て、すごくいいと思います。と手応えをにじませた。ここにチェンジアップが加われば、さらに投球の幅が増すでしょう。そんな井上ですが、同世代のライバルたちにも密かに対抗心を燃やしていたのです。侍ジャパンの一員として、多くの国際試合で活躍し、所属チームでもローテーションの柱を担っている同級生でオリックスの宮城やロッテの佐々木の動向は気がかりで、特に佐々木は今や世界からも注目されるまでの存在となり、以前井上はテレビに出ていたら見ますし、もちろん年俸だって気になりますよと本音を漏らすこともあり、同級生の活躍が良い刺激となっているようです。いかがでしょうか。今永が認め、最も期待している左腕は、巨人の若きエース候補の井上でした。その井上が昨シーズン2軍で圧倒的な成績を残せた背景には、今永から伝授されたチェンジアップの存在がありました。もともとのポテンシャルは高く、ストレートの威力や変化球とのコンビネーションはお墨付きだったので、ここにチェンジアップが加われば、まさに鬼に金棒といったところではないでしょうか。これからも井上温人投手に期待していきたいですね。このチャンネルは、これからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。